大隅鉄道は第二次世界大戦前の鹿児島県の大隅半島において軽便鉄道を運営していた鉄道事業者である。この項目ではその前身である南墨軽便鉄道と合わせて説明する。鹿児島県で最初の鉄道は国の手により1903年に鹿児島国部館続いて国部吉松館で開通した。これに刺激されるように 鹿児島県内では鉄道不設の動きが広がった。この動きは薩摩半島側では南札鉄道や鹿児島電気軌動などにつながった。一方大隅半島側では地域の中心地である鹿屋村に調整を1941年に施政を施行して鹿屋市を沿岸部と結び鹿児島湾の航路により鹿児島市と連絡することを目的として 1911年2月に、鹿児島郡、谷山村の建設業者、岩崎栄治を中心とする救命によって、鉄道敷設が出願された。区間は、肝付郡へ、岡村古江かのや村中名館6マイル20、チェーンで、これに対して、同年10月7日、幹線398号で免許が交付された、南住警弁鉄道の社門この路線を、 建設するために設立されたのが、南住京弁鉄道株式会社で、設立日は1911年5月、1911年12月20日、1912年5月1日と、諸説ある。本社は陶器城花、岡村古江に置いていたが、実際には支店を置いていた鹿児島市須崎町で事務を行っていた。資本金は当初18万円であった。 創立当初の社長は出願人を代表した岩崎英二で、またこの頃の大株主は、後に衆議院議員になった地元の政治家、平田貞であった。当初計画では、鹿児島県が建設した港のある古港から海岸に沿って南下し、荒平から内陸に入り柳を経由して、鹿野屋へ至ることになっていた。しかし実測すると急行バイク間があり、 トンネルを建設しなければ通過できないことが分かり、当初の18万円の資本金では全線建設を望めなくなった。このため計画を変更し、高須を経由して、鹿のやへ向かう経路を採用することにした。この経路では当初予定より 5km ほど全長が長くなるが、高須にも港があり、高須鹿のや間で暫定開業させることでとりあえず、 カノヤと海を連絡するという目的を達成することを狙ったものであった。1913年7月にこの計画変更を申請し、また臨時株主総会で全役員が辞職し、社長は岩本貞太郎に代わった。岩本は鹿児島市にある百貨店山形屋のオーナー一族で、繊維業の角岩田の社長を務めている人物であった。さらに本社をカノヤ町中名に移転し、 鹿児島支店を廃止している。1913年11月22日付で、経路変更の認可が得られ、ようやく高須家の夜間の建設工事に着手した。県営の古高校を起点としないことに、県側から不満が寄せられたこともあり、あくまで暫定区間という建前から、起点のゼロマイルポストは、古校にあることとし、実際の起点の高須は、マイルポストを4マイル33チェーン。 かのやを9マイル67チェーンとしている。この頃、深川造船所三代目、深川木次郎の弟忠義が最大の株主となり、その影響もあってか深川造船所が開業に当たっての機関車、客貨車を受注している。1915年3月に路線が完成し、4月3日に開業を予定していたが車両に不備が見つかって延期され、 最終的に7月11日に開業した。建設費は224,575万円であった。この間6月に高須駅構内に本社を再移転している。開業翌月に岩本は社長を辞任し、次の社長に日後構成が就任した。日後は県会議員で後に衆議院議員ともなり、また南札鉄道や鹿児島電機機動などの役員でもあった。 日後は、当初の建設予定区間である古港までの区間を後回しにして、かのや園への延伸に取り組んだ。1915年12月に、かのからくしらを経て渋ぶまでの19マイルの延伸区間の免許を別会社の名前で申請した。このうちかのやくし館は1916年2月19日付間296号で免許が交付され、出願した。 陶器上の会社は実際に設立されることなく、事実上南隅軽弁鉄道と合併する形で、同年6月13日、南隅軽弁鉄道が大隅鉄道株式会社となった。ただし、解消日を5月30日とする文献もある。1917年に資本金を36万円に増強して建設資金を調達し、1919年5月に、 かのやくしら館を着工した。1920年12月23日にまずかのや、鉱山館を、続いて1921年8月11日に、高山くしら館を開通させた。この際に、かのや駅は折り返しのスイッチバック形状となっている。また、別会社として申請した名残なのか、マイルポストは、フルコーキ県の延長ではなく、かのやに、 サイドゼロマイルポストが置かれていた、鹿野や、鉱山間 11.0km と、高山串路間 4.8km を合わせて、建設費は479,924円であった。長らく暫定の起点であった高須は、古港に比べて外洋に近くて、波が荒く、冬場に、西風が吹くと入港が困難となることもあり、鉄道との連絡機能が十分に果たされていなかった。 このこともありたるみ、ここを方面から自動車や馬車で連絡する人も多く、また農産物を鉄道を利用せずに直接、古高港から出荷する動きもあったため、鉄道の経営は苦しい状態のままであった。こうしたことから、ようやく1922年1月に、本来の起点側である古港、高須馬に着工した。 1923年12月19日にこの区間が開通し、当初の計画区間が完成した。古港、高嶋 7.0km の建設費は338,639円で、県費5万円と軍費1万5千円の補助を受けている。この間1922年12月に、被護社長が死去し、代わって、久米田慎太郎が社長に就任した。また、 1924年1月に本社を古港駅構内に再移転している。大隅鉄道概要路線図当初計画の古港まで完成したことにより、大隅鉄道の業績は大きく好転し、株主への配当を始められるまでになった。この頃になると、深川忠義は株を処分しており、主位の株主は、アイラ軍福山村出身で、大阪在住の投資家、 田中正造となっていた。株主は大阪市と鹿児島市在住のもので、出資額の6割を占め、地元からの出資は高山、姶良、鹿野や、くの順で多かったが、地元の株主は持ち株の少ないものが大半であった。1925年4月30日時点での株数は14,400株。 株主数585人で、一株は50円であった。なお、50株以上所有すると、無賃状車証が交付されていた。渋ぶを目指して、東資路線を取った日後社長に対して、久米田社長は、古江以北の垂水方面への延伸を目指した。1924年に、資本金を72万円まで増強すると、関連事業として、自動車事業を始めるとともに、 1927年9月にフルコータルミカンの免許を申請した。しかし、会社の業績は再度加工し始めており、また鉄道省がこの区間を建設する予定が立てられたこともあって、1929年5月付けで却下された。会社の業績は、昭和初期の不況の影響と自動車輸送の進出などで加工しており、また国鉄の支部支線が、 渋ぶまで伸びてきたことから、渋ぶ線と連絡することで孤立した、鉄道路線から脱却しようという動きが現れた。県会議員で、後に、衆議院議員や鹿野屋市長となる、長田良吉が中心となって国鉄へ移管する運動を行った。国鉄では、鉄道不設法別表第126号の、鹿児島県国部より、高須、渋ぶ宮崎県福島町を経て内海付近に、 イタリル鉄道に基づき、1928年の第56回帝国議会で、渋市から古港までの予算を成立させ、1933年3月に着工していた。結果としてこの区間に重複する大隅鉄道は、国により買収されることとなり、1935年の第67回帝国議会で予算が成立して、 同年6月1日付で548,950円で買収され、国鉄古江線となった、買収時の最大の株主は、和歌山県の南、くす木太郎となっていた。国鉄線となって以降は、国鉄が建設を進めてきた渋市釧路間と接続が行われ、また、国鉄標準の 1067mm 機関への改め機も行われた。 改め機に際しては、路線の付け替えも行われており、古港高須館では従来トンネルが一つもなく、地形に沿って走っていたのが、四つのトンネルを掘って直線的に付設し直している。また、鹿野屋駅はスイッチバックになっていたが、これを解消するために、オウム状に線路を付設し直して駅が移転している。その後1972年に国分まで全線が開通して、 大隅線となったが、1987年に全線が廃止となった。国鉄買収以降についての詳細は、大隅線の記事を参照。1925年4月時点で、蒸気機関車が3形式5両、客車が10両、有害車が5両、無害車が34両在籍していた。これに加えて1930年にガソリンカーを2両導入し、 それ以降の主力として用いられた。1号機関車3号機関車1号から5号までの3、形式5両が存在した。1号2号開業に際して、深川造船所から導入した10トン B 型タンク、機関車で、日本では珍しい米カー式弁装置を採用していた。当初は故障がちであったが、後に安定稼働するようになっている。国有過後に、 ケ145系のケ145系146 14となり、改め機関両後松浦線へ移動している。産後開業後しばらくして1916年3月末に、川崎造船所から導入した13トン C 型タンク、機関車で、道輪より外側に大枠がある珍しい構造であった。国有カゴワケ270型となったがあまり使われず、 改めき五支部式艦区で定置ボイラーとして使用され、1939年に廃車となった。4号5号かのや遺影への延伸時に、日本車両製造から導入した13トン C 型タンク機関車で、前の2つの形式とは異なり特殊な構造は採用していなかった。4号が1921年12月に、5号が1922年10月に、それぞれ導入された。 標準的な構造であることもあって取り扱いやすく歓迎された。国有カゴ分け280系系280系281となり、改め期まで使用された後、松浦線へ移動している。1930年12月に日本車両製造本店の製造したカホ1型を2両導入した。1両でも充足するダイヤであり、1両は予備であった。 国有化後は、改め機まで使用された後、松浦線へ転属し、エンジンを下ろして客車化された。その後、払い下げを受けて、日本工業佐賀の関鉄道へ行き、ディーゼルエンジンを搭載して、再動力化されて1963年まで用いられた。客車は2等3等号作りボギー客車を2両、3等車を8両、使用していた。貨車は、有害貨車としては、有害関係車二両、 有害者3両の合計5両を屋根型として保有していた。また、無害貨車としては5トン無害ボギー車3両、5トン無害車29両、4トン無害車2両の34両をヤム系として保有していた。高須賀野間開業時は1日五後往復、全線片道40分で運行していた。このことから、機関車は1両でも充足していた。 大隅鉄道時代と大きく変化していない国有化直後の1935年6月1日ダイヤ改正の時刻表によれば古港区白館の全線投資の列車が1日に7往復していた区間運行の列車はなく4往復が1930年導入のガソリンカーにより3往復が蒸気列車により運転されていた全線の所要時間は ガソリンカーの列車は1時間40分前後、蒸気列車は2時間前後であった。陳列は、旅客1人1キロメートルあたり3 0 0 4輪にも、貨物1トン1キロメートルあたり1 0銭としていた。古古駅、船貨駅、荒平駅、金浜駅、高須駅、滝の観音駅、野里駅、田崎駅、鹿野屋駅、下田崎駅、川西駅、江野田駅、あいら駅、論地駅。 高山駅下小原駅串良駅カッ内の数値は駅間営業キロで改め駅に際して線路を付け替えているため国鉄時代のものとは異なる。高須、野里、川西、鉱山の各駅は国有火事に駅名に大隅を冠して解消している。また1938年の改め期完了時に船間、金浜、滝の観音、田崎、下田崎が廃止となった。 1952年にアイライキをアイライキに解消している。ありがとうございます。